どうも、ふなしゲームズふなしです。今回は左上見てください、 FIFA ポイント、9300使ってですね、なんと今現在生きてる TOTW やってる方はご存知でしょう。クリスチャーノ・ロナウド、イグワイン、アグエロ、まあいわゆるですね、超豪華な香川も来てますし、あとはまあクリバリとかかな、超豪華な TOTW が今週来ております。ということでヒワポイント9300は使い切れないかな。ジャンボレアが4パックと、まあ、プライムゴールド選手パック2パックを引いていきたいと思います。果たしてまあいいカードは出るのでしょうか。まあ早速引いていきたいと思います。頼む。ウォーカード、よし。お、なんとライブカード、うっ、マルコ・ロイス。ちょっとね、 FIFA を少し離れてたこともあり相場がいまいちわからないんですが、いくらなんでしょう。60万、来ましたね。ヘッドライナー基本的にまあ30万を超えてくるのかな、あたりはね。よし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 、まああとは外れかな。60万どうしよう、なんか補強できるな。まあ今アップデート来てね、コントロールシュート持ち、まああんまり強くない。まあペナルティエリア内とね、バンバン入るんですけど、そこまで必須ではなくなってきてるんで、まあちょっと、歴代インテルチームでもそろそろ作ろうかな。ということで、2パック目引いていきます。フォーカード。あー、来ないね。うわ、壁。そんなことありますか。82マックスってやばいな。さあ続いてウォーカード、うん、壁ドンは来る。デフライ、まあインテルファンとしては嬉しいかな。まあなんとも微妙なパックだね。さあではジャンブレアラスト行きます。頼む。ウォークアウト、よし。ウォークアウト、金か黒。うんうんうん、まあ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 いいんじゃないですかね。3万コインぐらいか。
フライまた来たね。いやー、ライブのロイスはでかいな。60万はアグエロの TOTW より当たりだもんね。ではプライムゴールド選手パック2パック、ウォーカート来てくれ。うわ、来ないね。おー、犬来たね。さあ、ラスト。いきます。残念。さあ、6パック引きましたが、まあ、ウォークアウト2回ってところかな。そして今回は、なんとなんと、ヘッドライナーのロイスが当たるという。いや、これはやばいな。60万コイン当たったので、またスカットの方を強化していこうかと思います。皆さんもぜひジャンボレア選手パック引いてみてください。では今回の動画はこの辺で。またね。